マリ島国土オリジナルマップ寿司の江島です。今日は私が運営しているベジタリアンカフェに来ております。こんな感じの、これは私が近いと圧迫感があるそうなんで話してみましょう。こういう通りに面しております。いい感じですね。ではちょっと、方向転換をしたいんやけどできへんのね。途中ではできないので私が移動してみましょう。こういう、ショーケースの中にですね、おかずがいろいろこう並んでおりまして、その中からご飯と好きなおかずを選んで、自分なりの定食みたいなのを作っていくわけですね。こういう巻き寿司やら水餃子、タコライスなんかもあります。私たち日本人にとってタコライスはね結構メジャーなんですけれども、外国人ね、日本人以外の外国人にとってはタコライスって何、タコスがライスの上に乗ってタコライスなんて言うと面白いと大受けしているという、こんな感じで、店のスタッフのはこんな感じで白いハチマキに紫の前掛けっていうんですか、エプロンをしております。私の実家が昔食堂をしてまして、そこでみんなが白い三角巾にエプロンをしていたという、昔うちの母と祖母がやっていた食堂のイメージがなんかこうなんとなくねあって、そういう格好になったのかなって後で思ってるんですけど、ああいうねあのお座敷もありまして、下に直接座ってゆっくりしたいんだなんて人もいただけます。スタッフが忙しそうにやってますね。日本の三角巾と、ね、違うの風に巻いてる人もいたら、こういうあのバリの人が女性がですねお祭りの時に巻く感じで、それが流行りなんでしょうか。さて何作ってんの、イケガーパ、マンゴーラピスというマンゴーパイを作ってございます。あんまり移動すると大変かと思うんですけど、こんな感じで一品がだいたい70円ぐらいですかねで、やっておりまして、こっちはローカルな通りでバイクが行き交う風景がこんな感じでなっております。ワルンソパ現在、ウドの中にスクリワ通りというところに一つ、あとプンゴセカンという獅子プンゴセカンのすぐ横ですね、二つ、ございます。ぜひウドにいらっしゃる方はチェックしてぜひいらっしゃってください。